はい、春 YouTube 皆さんどう過ごしでしょうか。昨日は久しぶりにお酒で失敗しまして、久しぶりに自分自身が情けないなって思ってね、泣いてました。こう人生で喜怒哀楽ありますけど、なかなか情けないってね、自分のこと感じるのってね、なかなかないよなと思って、びっくりしたんですけど、そしてね、本当に友達のお仕事に迷惑かけちゃったんですよね。本当にね、何やってんだかっていう感じで、反省しました。お酒についての話で、なんでお酒飲むんだろう。これチョコラ BB 飲んだ方がええんちゃうかなって思うぐらいなんですけど、人ってお酒について、楽しみ方は人それぞれあると思うんですけど、その場が楽しいとか、酔っ払うことが楽しい、味が楽しい、この3つかな。コミュニケーションするとかね、そういう、コミュニケーションするのが僕に関しては醍醐味かなっていうのはありますね。あと、自分と向き合えるっていう感じもあるかな。酔っ払うと基本的にその自分のエネルギー状態がバグるんで、頭が、言ったらドラッグですよね。国によっては、日本って合法ですけど、国によってはお酒が違法な、国もあったりするわけなんで、最近大麻が、合法になるならないって話ありますけど、本当に大麻解禁してお酒やめた方がいいぐらいには正直僕は思ってるんですよね。お酒ってやっぱり危ないよねってね。ストロングゼロ9%、あれの中毒性とかやっぱり言われてたりもしますしね。ちょっとビビ飲みます。若者のお酒離れっていう話をね、深刻に始まってるみたいですけど、それも分かりますね。費用対効果がね、悪いと。でもね、お酒で失ったものもたくさんあります。お金と信頼ぐらいですかね。お金と信頼って大事だと思うんですけど、得たものもあります。それは何かというと、人脈と経験かな。どっちがいいとか悪いとかないですけど、僕はやっぱり失うのもね、経験だし、得るのも経験だし、どっちにしても経験なんでいいんですけど、もうちょっとね、もっと高度な次元でお酒と向き合っていきたいなっていうふうにね、思わされた、昨日の夜でした。ということでね、お酒でいろんな経験味わえる、信頼を失うのも経験かもしれないし、お金はね、どっちにしてもお酒を得るにはお金かかるんでね、それはもう必然ですけど、得るものってやっぱり経験かなって思いますね。お酒あってもいいし、なくてもいい。皆さんはお酒とどう向き合ってますか？今日もね、お酒飲むんかな。飲まなくていいんだけどね。みたいな感じで、今日もやっていきたいなと思います。はい、ということで、現場から以上です。ありがとうございました。